近々、危ないデカの続編がクランクインするそうです。すでに監督も決まっていて主演二人のスケジュールも確保済みだと聞いています。映像関係者、危ないデカは1986年に舘ひろし、72、と柴田恭兵、71、を主演にテレビドラマとしてスタートした国民的名物シリーズだ。タカ&ユージの名コンビでシリーズ1の最高視聴率は 22.9%。88年放送のシリーズ2では 26.4% を記録。これまでに7回映画化もされました。16年の映画、さらば危ないデカでシリーズは、完結、したものの、劇場版計7作の総興行収入は約100億円で、昨年はタカ&ユージがフィギュア化されるなど、今なお人気は衰えません。前出、映像関係者。7月5日、ニュージーランド観光応援団長に就任した菅は、さらば、のロケが同国で行われたことを振り返り、日本で刑事を引退し、ニュージーランドで探偵をしているという設定でした。ゴルフやワイナリーでの撮影もあり楽しかったですね。懐かしい、笑顔で話していたが、実はここ数年で、危ない刑事、続編映画の話は何度も出ていました。そもそもシリーズ完結編を歌った、さらば危ないデカの PR 会見でも、柴田さんは、何年後かに、さらば、と言ったけど、二人が、ボケないうちに、危ないデカをやるんじゃないか、とノリノリで話していました。ですが、18年11月に何度も制作総指揮を務めていたプロデューサーの黒沢マンさんが逝去。その後、新型コロナの感染拡大もあり、続編の話は一旦流れてしまったんです。映画関係者。主演二人はじめファンも待ち望んでいた続編。その熱意が今回の映画制作につながったのだという、休止してしまった黒沢さんの追悼の意味も込めて、全員やる気満々ですよ。最新作は、ニュージーランドで探偵事務所を開いた二人が、日本で発生した事件の解決のために呼び戻されるという展開です。撮影は9月上旬からスタートの予定です。横浜でのロケもあります。他の出演者には中村徹さん、56、も名を連ねており、久しぶりにみんなで撮影できると大喜びしていると聞いています。ある、とはいえ、キャストやスタッフの高齢化に伴い、現場での感染防止対策には万全を期して臨みます。前作で、年相応の頑張りを見てほしいと言っていた菅さんと柴田さん。あれからさらに年を重ねたタカ&ユージに注目です。前出、映画関係者。放送開始から36年、70代を迎えた館&柴田がどんな、アブ刑事を見せてくれるのか。ユージならきっと叫ぶはずだ。年齢なんて、関係ないね。